うちのね、説明してきたソドムとゴモラについてのね、解説ね。まあ、エルメスやったら、ああ、ってまあ、わかるやろうけど。まあ、エルメス、まあ、枝はわかるでしょ。要するに、まあ、日本神道、よし、神社ね。神社関係者はわかりますよ。なるほど。ね。てか、うちかって神社関係者から聞いただけやから、ソドムゴモラって何ですか、日本の有名神社、仕切ってる神社が、鹿児島の落ち着けに枕崎に集まって、そのタイミングで、うちらもね、うちの家族、父、母、兄、うち、このようにね、枕崎に。で、うちだけ話聞いたわけ、要するに。まあ、芝居仕立てで兄をね、外して、うちだけ聞いたわけですよ、もちろんね。で、うちの問題から、マトルーシュ管制、うちだからね。兄はマトルーシュ管制じゃないから。うちのマトルーシュが近い場所におるよ、そら兄弟やったらね。マトルーシュ外ではね、どう言ったらいいの。マトルーシュ外って、なんかそんな間違って、ブヨ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 って気持ち悪いです、そんな光景やったら。ってやったら実際そんなステージができるからな、気をつけなきゃな、そんなんね。で、結局、ソドムっていうのは、まあ、先ほど魔女の話したでしょ。文学的な意味における魔女。文学上の表現に過ぎない魔女。つまり、文学的な意味で、文学的な意味で、あちきって魔女よねみたいな、そういう風な魔女ではなく、本当に魔女の能力ちゃんと持ってる人たちはエルメス魔女なんですよ。少なくとも占いと薬草ね。この二つできないと。その二つだけでも十分魔女ですってば。それ以外になんですか言ったら。それは心霊能力やんか。で、実際の魔術っていうのは、占いや薬草や、チャネリング、心霊能力以外のね、まあ、心霊能力ってあまりにも広いから、心霊能力の中に入るでしょうけど、魔術ね。ってな感じね。ちょっと返り中継だから、これ霊的返り中、これ返り中なの。今の処分によって返り続けただけ。こういう処理の仕方もあるよ。で、それと、まあ、5分ね。5分作れる。要するに台数期間で説明したでしょ。タリスマンの話で5分のことね。それはできないとね。自分で作らないと。現場で、あ、ここの現場だったらこういうふうに考えるって、こういうのがいりますねって。例えば、あ、ここはちょっと水気がありまして。だから風水師なんかね。まあ、例えば風水の、専門家の話。ゲームの風水師じゃなくてね。それね、いろんなものが緊張状態にありまして、本当に緊張が極度の場所に来ましたら、本当に皆さんはゲームやアニメで親しんでらっしゃる、ああいう光景はね、本当にありえますよ。でもなんでそんなに一生懸命緊張を蓄えるんですか？ そんなに緊張蓄えんでええやん。魔法みたいからバカバカしい。ね。わざわざ作らんでいいから、そんなもんね。じゃあどうやって練習するんですかって、そういう緊張してるとこあるからそこに乗り込んで練習すんねんか、ただ何。死にますよ、そんなもの。うちから何回も死んでるわ、そんな練習で。今回生きてるけど、と思いながら、本当は死んでるんちゃう、次元が変わっただけ、マトリョーシカ主やから、自分が死んだって気がつかんだけでね。今もなんか死んだような感じして、変な口。とかな。いや、今のはどうかわからんけど。今こんなのしてるから、親切にも生体コンピューター管理部が、親切でもなく、それっぽい処理してるだけかもしれんけどね。動物の気持ちとかほんまにわからんな感じ。でしょ？で、それぞれの動物の生き方は、それぞれの動物に任せへんないとあかんやん、基本。な？でも、人間と一緒におって、まあ、人間のそばに来るんやったら、お互いこういうルールで行こうって話はせなあかんけど、地域猫にも問題に関してはそんな話はしてないよ。したとしても、それは、無効な契約。例えば契約法で説明する。霊界の契約を、心霊界の契約法では、そんな契約無効ですよって言われる。その契約が違法ですって言われる。類のもんやんか。そんな管理してんね、エルメス・ハーミットは。魔女もエルメス・ハーミットやんか。
で、そういうのじゃなくて、ほんまに、私ってなんかマジよねって、そして悪事が単なるって。例えばね。それ文学上の魔女、サルメとかが文学上の魔女やねん。まあ素敵なあの能力欲しいわって。なんとか手に入れられないかしら。アホかいな。で、でもしんどい思いもしたかない、あいつみたいに。努力せずに手に入れたり。それがソフィアや。さあ、ソフィア魔女ね。ソフィアやったら手に入れた。フィロソフィーのソフィアの。それは、だから、プロフェッサーソフィアってことでしょ？フィロソフィーって。文学の先生が哲学。ソフィア、それ団体では、実は文学って言うんだけど。実はね、文学上の魔女のことをソフィアって。その類型がソドム。で、要するに、どんなこと書いたら、あの薬さえあれば、なんとかなるのにとか。あれさえ名乗れば、なんとかなるのにとか。それが、ソドム。先民さえ名乗れば。天皇にさえなりさえすれば。あの薬があったら助かるのに。あの薬なんとかして手に入れたい。あれさえやれば、すっかり治るのに。あの人さえいれば私幸せになるのに。どんなことをしてでも。あいつを犯したらなんとかなるのに。犯してからだと。それからだぜ。難しい問題はそれからだ。クリアしなきゃいけない問題があるのは、まず、レイプした後だとかね。そんなんがソドム。あれさえやればなんとかなるの。酒さえやればなんとかなる。な？パロディで言ってるんじゃなくてな。ほんまに本気でそれを強く考えてると。ね？例えば、お酒でもね、焼酎。確かに除霊効果高いよ、焼酎は。ね？それさえやればなんとかなる。ってのはおかしいな。ね？例えば、その芋さえ、芋焼酎。芋さえやれば、そんな人おらんわ。芋さえあればおなら出るのにぐらいは。まあまあそう言っといて。じゃあ、米さえあれば。これがソドムや。ね、でしょ、コンビニさえあれば。それがソドムや。よくて。で、ゴモラっちゃうのは、それさえあればいいのか。よーし、じゃあ、万難を排してもそれさえ手に入れるぞっていうか、それさえ言うから、なんとかしてそれを手に入れようって。それを手に入れたとき、俺は、キングだった。何、そんな不思議な指輪があるのか。その指輪をはめた、その指輪をはめたら、俺を様は魔王だ。世界中を統括する指輪を作るなんだ。おまけパクって、指輪をはめたけどな。パロディ的に言いましたから許してもらえるでしょうけど、ね。完全同一じゃないし、表現は、ね。例えばね、いろんなゲームもそうなんでしょ、結構。ね。なんか魔女とか魔王とかがなんか特別な何かアイテムを持ってたりするんでしょ。それが原因で主人公たちがやられた大変な目に遭うんでしょ。そんなうるさいからね、絶対。うちを手に入れたらちょっとちゃうね、状況が。実は。じゃあ、指輪物語の一つの指輪ちの、うちの暗喩言うかね。うちのことパロッター言ってはんねんのか、実は。それはね、なんか奇妙な技術使えば。やめてよ、うちを指輪にすんのんな。しばくでも大概にせんと。やめてよ、お前、いい加減にしろよ、お前ら。それで、どうなんの？マトルシカ帰れんの？自分の。そこ中心に考えろよ。やけくそになって魔王にでも何でもなってる、ぐわってやってんのやろ？だから、ソドムとゴモラも頭冷やせよ、もう、ちょっとな。要するに、ソドムは例えばセレブっていう言い方がある、現代だ。で、ゴモラは現代だ、ゲーマーっていう言い方や。ゲーマーじゃ、ゲーマー思考回路。な。で、セレブとセレブ思考回路。のことを言うんやんか。うちのは全部パロディーだってば。な、うちがセレブ作ったってねんか、むしろ。な、うちがセレブを任命してるやん、どっちか言うと。ゲーマー買って。うちゲーマーちゃうで。ゲーム作ってるだけで。ゲーム作った方がゲーマーちゃうからな。かつてはゲーマーやったかもしれんけど。作る手に回ってんやんから。消費者ちゃうから。な、じゃあ、冒険したって冒険の消費者やんか。勇者様っていうのは、なんか試練のご利用者様やんか。な？だから要するに、消費者やご利用者様でしかない思考回路をやめろって言ってんの。さ、呼んでいるって、いつも何度でもそればっかりすんなよって。その事件ばっかりいつも何度でも起こすな。世界戦争も。世界大戦も。世界大戦も。いつも何度でも起きる。あの歌流行らん。いつも何度でも。いつも何度でもあの歌を流行らそうと思えば。いつも何度でも、いつも何度でも流行らそうと思えば、いつも何度でも世界大戦を起こさなきゃなるよ。あおかな、こうやって、
煙に巻いてるわけちゃうね。むしろ煙に腫れていったよ。なんは、あれよ。あれなんでその産業構想は。なんでその、音楽、歌唱を知ってるやろうけど、それやなこと。こういうふうに端的に説明されたら嫌やろ。まあ、木村恵美さんはスバルのその、なんのあれね、特番。小隊長クラスの人物ですけど、みんながプレイデス星団って呼んでるけどね。プレイ、みんながプレイデスって呼んでるのも、プレイデスそのものちゃうから、ね、スバルのことやからね。さてと、例えば、うちの、滞納の方は、藤原乙女って言ったでしょ。で、この、みんなが今、うちと一緒にある、太陽神経層のことを、お辻明日香って言ったでしょ。その、プレイヤーが藤原の部分か。な、アデスの部分が、その、お辻明日香の部分。そういうことですよ。スバルと全然関係ないやろ。で、別の見方をすれば、今私たちがいるこの次元がハデスであり、上の次元がプレイヤー。見えへん上の次元。な、宇宙の外が宇宙を取り巻いてあんねん。な、プレイヤーとハデスの間には全宇宙があんねん。で、その上のプレイヤーと、その上のプレイヤーの間にはまた全宇宙があんねん。で、3倍、うちらのすぐ上のプレイヤーはハデスって。みんなのイメージちゃうの随分。それをうちの体というひな形で表現すると、うちの大脳がプリアであり、うちの太陽神経層がハデスや言うてんの。今説明したのはひな形がうちやし、地球のひな形もうちやって言ってんの。随分形しちゃうけど、こういうふうなひな形的な表現もあるね、実は。で、うちがこういう黄色のスカーレットの色の服を着たときは、地球を表すわけ。地球中心の鉄。ね。こういう、この色の鉄で表されるシンボル。ね。神秘学に見て、この色が地球の中心のようだから。なんかスカーレットの服着てるときは、うちはハデス状態。まさに今ここをケアしてる。で、また静脈色のね、色でもあるよね。送り出す方じゃなくて、心臓に帰ってくる方ね。心臓から送り出すのは朱色。帰ってきたら黄色やってもいい。ね。だから普通の、普通の毛がね、軽い毛が出てくるじゃあ朱色じゃなくて、黄色でしょ。こんな色でしょ。間違えて。もっと濃いよね。だんだんとね。ほっといたら黒くなるよね。それ見たことあるでしょ。聞いたことあるでしょ。動脈血が切れた。ね。例えばうち、この前、皆さんご存知かもしれないけど、ある事件で怪我したけど。こっから出た血の色は何色だったらちょっとこれ真っ白やからな。動脈も静脈も嘘もないね、この末端は実は。いや、言うたからな、そういう話。ちょっとでも医学かじったり、少なくとも、鍼灸整骨の学校、鍼灸、鍼灸重生の学校行ったら習う話でしょ、もちろん。そういう学系でもね、習うんだよっていう話を言いました。で、もちろん看護学校の習う。看護系もね。でしょ？だから医者だけじゃなくて、もちろん歯医者も習う。ならねえ。薬学部も知ってたの。ならねえ。それは習ってるわね。な。というか、その理系やったら、その教養とかで習ってるんちゃうの。な。その系はそういう教養取らないの。取れんのかな。取れない大学もあるよね。そういったとこまでは。知らんけど。医学概論みたいなの取ろうと思って、文系でも取れる。取れたけどな。どうしようどうか忘れた人の時の。ねえ。そんでもこっちこっち変えはるしね、どうして。天皇にあって。だって、で、大学行ったらええやないかって分けちゃうで。目的持って勉強するのな、もう前の人生でくれたけどね。大学でどれどういうふうに取って、どういうふうに勉強して、どういうふうになろうっていうのが、自分でプラン立てられんかったら、前の人材になるのが、実は同志社大学っていう大学のシステムや。これ、国公立全然ちゃうはずや。自分で自分のこういう教育プラン立てなきゃな、同志社っていうのは。面白かったよ、だから。他の大学行かんでよかった。あ、今度締めくくんのかなって、15分経つ。なんかちょっと聞かないと。